かってこれたこと誇りに思っている己を貫いてゆけ。あの時の自分の選択は正しかったのか、他に道はなかったのか、全て思い出して、それから未来の自分を思い描くんだよ。変わりゆくこの時代の中で、どんな自分になって生きているのか、どんな世界を望むのか。これまで重ねてきた戦い、この国を存続させる。今戦うのはこれまでの歴史を成功化するため。朝廷は我ら新政府軍こそが核軍であり、旧幕府軍はそれに敵対する属軍であるとし召されたのだ。武士とは何か知るためには、陰に潜み子供を見守る。この国がどうなっていくか、武士を知ることで見極めたい。生きながらの王者、そんな彼らにこそふさわしい。あの人のために戦う、それだけが俺の命の使い道で、俺の正義が。これは幕開けに過ぎない、心根を修羅に、自己の国の未来を我教えたはずだ。2回目でも近藤さんはかっこいいです。いやー、新選組は俺たちが始めた夢だ。最後まで共に夢を。